描いてる屋根裏ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。空剣島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない私は暮らしている。なんてことない日々を変えたいと焦がれながら、私はライザ・リンシュタウト、通称はライザ、なんてことない農家の娘。私は今日も今日とて屋根裏にある私の部屋で仲間たちと密かな計画を話し合っている。この退屈ななんてことない日々を打ち破る痛快で素晴らしい計画を実現するために、歓喜も迫る青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。お父さんが毎度麦の気持ちを考えろって言うから、つい私麦じゃなくて人間だよって答えて、分かってるよ、母ちゃんの方に怒鳴られたんだろ。おっかねえからな、ミオさん。そんなことより見てよ、ほら少しは意味が分かりそうな図入りの本があったんだ。またせっかく古い本が地下で山積みになってても書いてある文字が全然わからないんじゃね。しょうがないだろ、ひいじいさんが読み方をじいさんに教える前に死んじゃったんだから。それでも解読しようと食い下がる執念には感心するよ。おいタオ、せっかくの本が汚れてるじゃねえか。うん、来る途中ボーストランバーに見つかってさ。あいつら威張り散らすだけならまだしも、村の水源を握る有力者様のお坊ちゃんだからな。村の奴らはそりゃ誰も逆らえねえよ。やめやめこんな話、今日の議題は島の外への冒険計画でしょ。まず自分が農作業の愚痴を言い出したくせに。怒るライザに触るな。島の外といえばよそから商人が来るのは今日だったんじゃないか。そうだね、村中その話で持ちきりだったよ。
村の野菜を商いに来るんだっけ。外の商人か。私たちも行ってみようか。は？その商人の到着を私たちも見に行くのよ。どうせ対岸の船着き場で長々と手続きするんでしょ。え、本当に対岸に渡るの？そんなの聞いてないよ。何言ってんのよ。今日の議題は何だった？島の外への冒険計画。島の外への。なんか火がついちまったな。冒険計画なんだから、まずじっくり計画を立て。船着き場に行ってこっそり小舟を借りて対岸の船着き場の近くで降りる。以上。諦めろタオ。こうなれ腹をくくって付き合うしかない。さあ、だらだら話してる暇も惜しい。冒険を決行するよ。待ってよライザー。待ちなさいライザー。またレントとタオを巻き込んでろくでもないこと。お母さん。失礼します。しまーす。こーら、たまにはお父さんの農作業を手伝いなさい。樽。